はい、どうもこんにちは。かねもでございます。ということで、今日なんですけども、一人でバーベキューをやっていきたいなと思ってます。なんでバーベキューをするかと言いますと、とある方から依頼が来ております。それがこちら。プロンテラにお住まいのポリンさんですね。どうも。で、どうやらポリンさん、今日は僕に超絶感動シーフードバーベキューをやってほしいということなので、全然いいよ。全然いいよっつって全然いいよ。それじゃあまずバーベキューの素材を買いに行きたいと思います。今日はたくさん海鮮買うんでクラボス持ってきました。超絶感動するぐらいね、がっつり買ってダメなんで、まずはここら辺、ホタテ、アワビ、カキ、これは買いましょう。で、ハマグリ、サザエ、大アサリ、ここも買いましょう。で、ワタリガニ、大きいワタリガニも買いましょう。どうぞ。あんた、今日も変だね。あ、なんですが、そうです、私が変なサラバイトです。よろしくね。ありがとうございます。今日何が来たんですか。今日はバーベキューをしよう。バーベキュー、ただのバーベキューじゃないよ、ね、超絶感動シーフードバーベキュー。あー、なるほどね。めっちゃ分かってないでしょ。特大ペンネエビ、これも買いましょう。すいません。はい、エビください。はい、じゃあこんだけ買えば大丈夫だと思いますんで、あと他の魚屋さんをチラチラ見ながらいいのがあったらまた追加して、今日はねキャンプ場を予約してるんで、キャンプ場に向かっていきたいと思います。じゃあバーベキュー場に向かいますね。ちょっと買いすぎた。まあでも今日はね、事務所の方も来てくださってるんで、飲んでいいですか。全然どうぞ。ありがとうございます。さて、キャンプ場に到着。見て、貸し切り状態、最高だね。ドリンク冷やしていきましょう。氷の中に水を入れて、うわ気持ちいい。そこに銀色さんを挿入。電子さん用の飲み物と、でこちらトマトも買ってきました。いいトマトも冷やしていきます。夏っぽいこの感じ。そしたら炭を炊いていきます。まずは着火剤を乗っけて、着火剤の上に炭を乗せていきます。熱いな。まあこんなもんでよろしいでしょう。そしたら着火マンで、よし、これで炭に火をつけてる間に食材の仕込みをしていきましょう。仕込みをするもんって言っても、ホタテと大アサリ、伊勢海老を半分にするぐらいですね。じゃあまずホタテはこう見た時にこっちが平たいので、平たい方から貝柱を外していきます。こういう形、黒い鱗っていう部分がついてますんで、これ取っちゃいます。こんな感じですね。そしたらこのひらひらのとこにゴミが入ってる確率が高いので、きれいに壊れます。ほら、こんだけ汚れが出るでしょうね。はい、そうしたら次は大アサリ。大アサリは簡単です。ここから包丁を入れて真っ二つにします。で、クリッと回します。で、大アサリ、ここの隙間に泥が入ってるんですよ、高確率で。なのでここをこう洗います。この裏とかね。なので大アサリは本当に泥入ってる確率高い貝なんで、こういうふうに一回割ってあげると間違いないですね。で、次は伊勢海老ですね。いただきます。せーの、はい、はい、こういう形ですね。うまそう。まだ生きてますからね。で、カニは口からようじを入れて
こういうふうに口からこういうふうに楊枝とか金串を入れてこうやると閉まります。閉まりました。はい、ではこのようにほらどうでしょうか。エビ、カキ、アユ、伊勢エビ、ワタリガニ、サザエ、大アサリ、ハマグリ、アワビ、ホタテですね。そしたらこれを焼いて飲んで食べていきたいと思います。今日はそういう動画。炭がいい感じに慣れました。で、僕はバーベキューするときは強火と弱火を作ります。こっちが強火、こっちが弱火で、焼きすぎたときに弱火の方に避難させれるんでね。さあ、ぼっちぼっち焼いていきましょう。まずはやっぱりこちら牡蠣、牡蠣焼いていきます。あんまりいっぺんに焼きすぎても食べきれないんで少しずつ焼いていきますね。まずは牡蠣とホタテ焼いていきます。はぁ、うまい、うまい、もう来てる、もう来てる、はい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 。ちょっと火が強かったらしい。弱火に避難、こういうことができるんで弱火と強火作るといいですよ。そしたらホタテにバター投入、そして醤油投入、はい、じゃあ焼きました。これ見て、いいね、ホタテのバター醤油焼き。うわ、めっちゃいい匂いする。ここの段階でうまい。いただきます。おお、いただきます。で、こういうね、待ってる間にトマト、冷やしトマト、あー、うまっ。で、次はこちらのいただいたきゅうり、いただきます。で、マヨネーズをたっぷり、いただきます。うん、うまっ。はい、では牡蠣がそろそろ焼けました。食べていきましょう。いただきます。うわ、このうまいぞという気持ちをこの人以外の誰かに伝えたいけど誰もいない。続きましては大アサリ、サザエ、ハマグリ、アワビ、今日は貝尽くしです。はい、ハマグリが焼けました。ここに醤油を垂らして、で、サザエもブクブクしてきたんで醤油を入れます。アワビも醤油、大アサリも醤油、全部醤油。じゃあ、いただきます。うまそう。あー、うまっ。あー、もう一回ハマグリ貸してください。うわー、うまっ。次はこちら大アサリ、これが美味しいんだ。じゃあ、いただきます。うん、うん、うまっ。
はい、じゃあ次はアワビとサザエ、両方焼けましたね。アワビとサザエのダブルコンボいただきます。あたた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 たよいしょ、蓋を外してあっちゅあっちゅ、せーの、クリーン。あ、先っぽはちょっと取れちゃいましたけども、じゃあこちらいただきます。あー、うまい。サザエはこう大人の苦味がありますよね。よいしょ、3本目。アワビ、うわうめえ、肉厚、柔らかい。じゃあ次はいった、カニ、伊勢エビ、ツーのエビで、こちら鮎ですね。鮎は塩を振ります。ささささささっと、もうこんな暑いんでね、ちょっと塩分強めでたっぷりでいきましょう。はい、ということで焼けました。うわ、こちら鮎、炭火で綺麗に焼き上がりましたと。鮎はこの背びれを取るんですよ。待ってね。で、背中をガブッといただきたいと思います。うん、うわうまっ、脂ノリノリですね。香りがいいよね。じゃあエビいただきます。よーし、いけました。マヨネーズつけちゃうかな。わあ、ちょっと焼きすぎけど、これがいい。そしたら次は伊勢エビとカニをいただきます。ほら、伊勢エビさん、ほら、ここ味噌があるじゃないですか。この味噌につけて、おう、うん、うん、うわ、うまっ、うん、ね、食べ物ってこんなに美味しいの？食べ物ってこんなに美味しいの？じゃあ次は渡りガニ。ほら、すっげえ味噌がパンパンですね。じゃあまず味噌からいただきます。こちら。次はこちら、ほら、身をいただきます。ごめんなさいね。本当にね、うまいしか言えん。いやー、こう。あとはゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ただいま。今日はプロンテラにお住まいのポリンさんからのご依頼で、ラグマスに登場する料理、超絶感動シーフードバーベキューを作って食べてみましたけども、まあそれは美味しいですよ。好きな食材しか焼いてないんでね。ただ僕はどんな料理か知らなくて、名前から想像して今日は作ってみたんですけども、実際はどんな料理なのかゲームを見て確認していきましょう。はい、ではこちらがラグマスというゲームになります。ラグマスはスマホ向けのオンライン RPG となってます。で、ここにいるプレイヤーはみんな僕と一緒の人間です。オンラインなのでめちゃくちゃ盛り上がってる。で、なんでこんなに人が多いかというと、全世界で2400万ダウンロードされてるんですよ。実際僕もこのゲーム知ってます。学校が終わったら家で友達と一緒にオンラインで冒険したりだとかできるんですよ。それが MMORPG のいいところ。僕も中学校時代めちゃめちゃやってましたからね、 MMO。 で、ラグマスはこう可愛いキャラクターと優しい世界観がありますね。ほら、こういうね、ポリンさんみたいな、めちゃめちゃ可愛くないですか。で、すごく自由度が高いので、いろんなことができます。仲間と戦いに出かけたりだとか、仲のいいお友達を作ってチャットしてもいいしね。で、こういう風にパーティーを組んでフィールドを移動できます。で、このコック帽をかぶってるのが僕で、で、手をつないでる女の子が他のプレイヤーですね。
で、こういうふうに協力してバトルすることもできます。1人より2人の方が強いですからね。で、なんたって MMO の醍醐味、こうチャットですよ。ゲーム内の会話をしてもいいし、日常の今日学校であったことを喋ってもいいですよね。このチャットは楽しいだよ。こういうふうに観覧車も乗れるんだ。こういうのもあるんですね。遊園地なのかな。なあ、かわいい。猫もいっぱい登場しますね。あ、この赤い首輪のやつめちゃめちゃかわいいわ。はい、これが料理シーンですね。まんまバーベキューって感じですね。いや、でもこれお肉焼いてるな。でも今日お肉俺一切買ってないから、肉も必要だったんかな。え、超絶感動シーフードバーベキュー。これは、あ、エビだ。エビ料理でした。あってたね。僕も青春時代は MMO に青春を捧げてたぐらい MMO めっちゃ好きなんですよ。ぜひこの夏休み、外遊びもいいですけども、お家でラグマスどうでしょうか。あーにしても今日のバーベキューは本当美味しかった。やっぱ夏はバーベキューだよね。今日のはかなり贅沢だった。でね、本当はあれプラスカツオがあったら、カツオのわら焼きをやりたかったんですけど、カツオが売ってなかったんで、またいいカツオが入りましたらバーベキューでカツオのわら焼きとかもやりたいですね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。やっぱり整備は欠かせないでしょ。大きそうなところを2匹もらおうかな。こっちのアワビは生きてるな。こっちのアワビもらおうかな。伊勢エビ、アワビもらいましょう。だからささえ大きいのが欲しいって言ったら、この上に多いやつが大きいらしいんで、自分で乗って取ってって言われたんで取っていきたいと思います。できるだけ大きいやつをね、これ見て、アワビ、サザエ、伊勢エビ。カニはね、どうしよう、オスかメスどっちにしようかなーって。こいつはオスかな。そうだね、オスだね。これは元気がいいな。これもらおう。うわ、これめっちゃズンデリミットリ。これメスだよ。はい、メス。じゃあ渡り蟹、オスは1匹、メスが1匹いただきました。大アサリと、あと牡蠣ももらいます。大アサリもう5個ぐらいもらおうかな。さあ、ね、5個ぐらいもらいましょう。で、あと牡蠣、岩ガキ、今が旬の。はい、こんなもんでいい、良いでしょう。これ取れたんですか。そう、うち魚のアラをさ、はい、披露にするからさ、めちゃくちゃうまい。あ、そうなんだ、うん、すげえ。キュウリもらった、はい、いただきます。はい、ナスもどうぞ。うん、うまっ。いただきます。どうぞ。ありがとうございます。うまっ、キュウリ。